1945年ニューヨーク市ファーストアベニュー800番地。このスラム街や土札場が立ち並ぶ細長い敷地にやがて国際連合の本部が建設されることになる。だが当時人々は戦争に夢中で、人類史上重要な意義を持つ1945年の出来事に戸惑っていた。1945年、それは一つの時代が終わり、新しい時代が始まる年であり、世界の願いが国連に寄せられた年でもあった。当時の人々にさえはっきりとはその歴史的意味が分からなかったさまざまな出来事について、今冷静に振り返ってみよう。巻き込まれた人々にとって最大の関心事であった戦争。南太平洋では連合軍が日本軍を島から島へと追いやり、中国本土は3つに分断され、国民軍、共産軍、そして日本軍がそれぞれ熾烈な戦いを繰り広げていた。この年インドへの道は確保されたものの、ビルマもまた戦場と化していた。ヨーロッパではソ連軍がウィーンとベルリンに向かって進撃し、第二次大戦の重要な戦場となっていた。英語に続くと思われたナチ第三帝国も、連合軍側の大爆撃の前にすでに5万機以上の戦闘機を失い、連合軍の爆撃に反撃することはできなかった。ドイツ陸軍も最後の西部戦線で敗れ退却。西側連合軍はライン河畔でまさにソ連軍と手を握らんとしていた。ようやくナチスの空襲から逃れたイギリスは、ヨーロッパ戦線の雌雄を決する大きな鍵を握っていた。そこには世界史上未曽有の兵器商、アメリカから連日のように戦艦や大砲、戦車、飛行機が送り込まれた。ついに戦争は終わった。ナチスのシンボルも打ち砕かれた。8月、日本降伏。戦場に駆り出されていたたくさんの人々が今その帰還を喜び合っていた。30年足らずのうちに2度までも世界大戦に巻き込まれた人々は、もう決して戦争が起こらないようにと祈った。その時誰が予想したであろうか、幾度にもわたる中東紛争、そして朝鮮、ギリシャ、マラヤ、中国、ベトナムが再び戦火に見舞われることを。あのウォルター・リップマンでさえ当時冷戦なる言葉を考え出してはいなかったのである。
国際連盟で活躍し、1945年のサンフランシスコ国連憲章会議にも出席したノルウェーのエドワード・ハンブロ大使は、この1945年と第一次大戦が終わった1919年とを比較してこう語っている。誰の目にも明らかな最も顕著な違いは、ヨーロッパの破壊が第一次大戦の時よりもはるかに大きかったということです。私たちはこの崩壊したヨーロッパを政治的にだけでなく思想的にも道徳的にも再建することが何よりも先決で重要なことであると考えました。そしてもう一つの大きな違いは、第一次大戦後よりもはるかに大きな超大国によって世界は支配されるようになるだろうということでした。第一次大戦後、いくつかの超大国がリーダーシップを争いました。そして第二次大戦後にはその一つをアメリカが握ったのです。またいつからとははっきりしないのですが、もう一方の超大国には戦争から立ち直ったソ連がなるだろうと思っていました。その時、これからは世界が次第に二大陣営に分かれるようになるだろうと気づいていたのです。その兆しはすでにヤルタ会談の時に現れていた。晩年のアメリカ大統領ルーズベルトは病と戦いながら、確固たる平和は戦勝国間の友好関係から生まれ、戦勝国は国際連合という国際組織のもとに一体となるに違いないと信じ、その病心を支えていた。イギリスの宰相チャーチルもそこに居合わせ、ヒットラーと最も長く戦ったその粘りと指導力を国連の結成のために注いでいた。ヤルタ会談の主催者スターリン、その傍らには後のソ連を支える外交官ビシンスキー、グロムイコ、そしてモロトフがいた。ヨーロッパ戦線では連合軍側の勝利が決定していた。にもかかわらず、アジアではまだ戦闘が続いていた。この会談ではソ連の対日抗戦の参加だけが承認され、中国、ポーランドの将来についてはついに結論は出なかった。彼らは将来の平和維持のための国際機構に目を転じた。そして国際連合結成の時には、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の五大国を安全保障理事会の常任理事国とし、平和維持に関する決議は全てその総意によるという基本方針に同意したのである。その当時のいきさつについてハンブロー氏はこう語っている。サンフランシスコ会議の時、すでにアメリカとソ連の間にははっきりと対決のムードが流れていました。しかし以前からこうしたことを知っていた参加国は別に驚きもしませんでした。これは会議中ずっと続き、特に安全保障理事会の採決方法について激論が戦わされたのです。五大国すべては拒否権を手に入れたがっていました。各国ともソ連と同じように侵略に対する基本的権利を守るために拒否権がどうしても必要だと考えていたからです。国際連合の生みの親であるルーズベルト、チャーチル、スターリンの3人のうち、その発足まで政権の座にいたのはスターリンだけであった。ルーズベルトはその年の4月この世を去った。その最後の言葉として次のように語っている。ある人は会議がうまくいかない場合を危惧して、私が会議を開催すべきではない、そして会議が順調に進むようなら途中から出席し閉会の辞を述べればよいと言った。だが私は会議の最初から出席し最後までとどまるつもりである。
ルーズベルトのこの意思はその後7年間アメリカ大統領の職にあったトルーマンに引き継がれた。彼はポツダム会談に出席し、チャーチルの後継者アトリーなど各国の指導者たちと初めて顔を合わせた。すでにドイツとイタリアの指導者たちは48時間の間に相前後して非業の死を遂げていた。ムッソリーニは民衆の手で処刑され、死体が晒された。その2日後にはヒットラーがベルリンの隠れ家で自決していた。国外に追放されたり逃れたりしていた人々は再び祖国に戻り政権を担当した。長く苦しい戦いを終え、人々はようやく懐かしい故郷に戻ってきたのである。ヨーロッパの国々が占領されていた時、その植民地では新しい指導者たちが今や遅しと独立の域に燃えていた。非植民地化運動が芽生え活発化していった。アジアではインドネシアからニューデリーまで彼らは民族自決の大原則を主張し続けていた。第二次大戦以前は世界の3分の1が西欧諸国の支配を受けていた。1945年以後、この10億を超える人々が立場を翻し、50カ国以上にわたる国々が自らの尊厳と主権を取り戻すために独立を主張したのである。独立問題についてハンブロー氏は、国際連合ができたことにより植民地であった多くの国々が非常に平和的な方法で独立を勝ち取るようになりました。戦争前には考えてもみなかったことです。これは大戦以後植民地であった国はもちろん、国際的にも民族自決の基礎が固められてきたことが大きな理由であると思います。第二次世界大戦を振り返る中で忘れてはならないことは、人類がその戦争のために払った犠牲についてである。1500万人を超える戦死者たち、2650万人の負傷者、家をなくした者の数は計り知れない。そして完全に破壊された都市はコベントリー、ドレスデン、ハンブルグ、ロッテルダム、ワルシャワ、マニラ、スターリングラード、ケルン、東京。この都市のほとんどは人類の英知と呼ぶにふさわしい美しい都市であった。だが同じ人類がこれらの都市を廃墟に変えてしまったのである。異常な高ぶりと戦争だからという理由で行われた破壊。しかしダッハウとブヘンバルトの強制収容所を見るとき、そうした安易な言い訳は許されない。この600万人の犠牲者の悲惨な姿、人間の中に潜む言いようもない残酷さに私たちは歴然とさせられるのである。聡明な人たちは過去そして未来にわたる戦争すべてが自分たちの責任であると考えていた。そしてゲーテの言葉を借り、人間はどんな悪どんな罪をも犯しうるものであると述懐している。4月に50カ国の代表がルーズベルトの夢、国際連合を実現させるためにサンフランシスコに集まった時、この映画は上映された。国連憲章を起草した人々の心に二度とこうしたことを起こしてはならないと
強く印象付けたのである。 What we tried to do was to lay the foundation.アンブロー氏は憲章作成の時の模様について、私たちがしようとしたことは紛争が起きてもそれを最小限で食い止める世界を作る基礎を固めることでした。そのためにサンフランシスコ会議では国際連盟規約を起草する前のパリ会議にも増して経済的社会的側面を配慮するように強調しました。つまり私たちが揺るぎない経済協調と共通の社会理念を持っていれば平和的解決が十分可能であると確信していたのです。そして全ての国々、特に占領されたことがある国では二度と全世界を巻き込むような戦争があってはならないと痛感していました。しかし当時でさえ戦争が絶対に起こらないと言い切ることはあまりにも楽観的すぎると考えられていたのです。強制収容所の外でもその苦しみは続いていた。至る所で見られたこうした光景はユニセフ、つまり国連児童基金を設立する大きな動機となった。戦火のもとに傷ついた子どもたちを放り出しておいた恥辱と反省の中から生まれたのである。サンフランシスコ会議では国際連合の最初のそして最も緊急な仕事として人権宣言の作成が決定された。人権宣言には何人もその民族や宗教、そして肌の色によって差別されてはならないということが謳われた。アンブロー氏は人権宣言の果たした役割について、今日世界の全ての人々に共通していることは貧しい国を発展させできるだけ貧富の差を縮める必要があるということを認識していることだと思います。その点私たちは初めの期待以上に成果を上げてきたと思います。また人間の権利と自由についての国際的関心も1945年当時よりはるかに高くなっていると思います。もちろん当時でも独立を求める植民地では高かったのですが、今日では国際的に世論が高まってきていると考えるのです。どの時代にも口の悪い人間はいるもので、彼らは教育のない連中にどうして自治ができようかという。植民地の人々はソ連が半世紀の間に巨大工業国になり、また中国がその半分で工業化しようとしているのを見て、今我々はこれらの国を見習わなくてはならないと力説する。すると口の悪い人たちは言うのである。昔から難病に取りつかれている連中がどうして国家を建設するエネルギーを持っていようか。1945年に現代医学は新しい時代を迎え、ペニシリンやサルファ剤という薬品が病気は必ず治せるのだという希望を与えた。そして現実に雷病、結核、マラリア、ジフテリア、肺炎、症候熱、そしてポリオなどの病を絶滅しようとしている。1945年から70年にかけて世界の人口は12億以上も増加し、西暦2000年には65億にもなると言われている。1945年、食糧問題についてもすでにその芽生えがあった。人類の4分の3に近い人々が空腹を訴え、イタリア、ソ連、ベンガル、ビルマ、そして中国では飢饉が起きていた。しかしカナダ、アメリカ、ラテンアメリカには余った食糧が輸出できないまま残されていたのである。食糧は増産できる。いかに多人数であろうともその需要に応じた供給はできるはずである。人間らしい生活を送ることは我々の基本的権利であり、限られた地域の人々だけの特権ではない。家に住み、学校や病院に通い、本を読むといったことは国連の場で初めて全ての人々の基本的権利として宣言された。人間らしい生活を送ること、それは今すぐとは言わないまでも近いうちに実現され、
またされるべきこととして全世界に共通した願いとなっていたのである。アーノルド・トインビーはこう語っている。今日は文明の恩恵を全ての人のために役立たせることができたと初めて言える歴史的な時代であると。だが全人類が滅亡の可能性に直面したのもこの年であった。核分裂による巨大な破壊兵器、原子爆弾。ここテネシー州オークリッジの研究所では、アメリカ、イギリス、カナダの科学者にドイツから逃れた科学者が加わり、非常な破壊力を持つ核エネルギーの抽出に成功した。7月16日、ニューメキシコ州で原爆実験を決行。国連憲章が調印されて23日後のことであった。そして8月6日、原爆は広島に投下され、戦争は終結を迎えた。核エネルギー、その傘の下で私たちは生活している。今日原子力はがんを治し、電力を起こし、生命の謎を解く手段となっている。しかしそれが兵器となった時、一瞬にして大量の人命を奪うのである。全てが1945年の出来事であり、サンフランシスコに集約されている。1945年4月25日、国際連合創立に関するサンフランシスコ会議。この時ほど全世界の願いが一つの会議に寄せられたことはかつてなかった。50カ国の代表が一堂に会し、国連憲章の起草に着手した。彼らは全ての参加国が平等の投票権を持つ総会を設置。平和を維持するための安全保障理事会は、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国を常任理事国とし、重要案件の決定はその総意に基づくものとした。植民地の独立を援助する信託統治理事会、経済社会理事会も設置された。そして事務総長の職を設け、事務局の機能を制定。それから国連憲章に調印し、各国政府の批准の方法を確認。代表者たちは帰途に着いたのである。1945年10月24日、国際連合は正式に発足。憲章は調印した国々を法的に拘束する条約となったのである。憲章は次のような言葉で始まる。我ら連合国の人民は、我らの一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念を改めて確認し、正義と条約、その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重等を維持することのできる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上等を促進すること、並びにこのために寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するために我らの力を合わせ、共同の利益の場合を除くほかは武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、全ての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために
我らの努力を結集することに決定した。あくまで第三者としての観点からと前置きしながら、ハンブロー氏はこう語っている。国際連合は世界平和を維持するためにまだ十分その機能を果たしていないように思います。事実、本来国連の場で討議されるべき重要な問題が議題にならなかったことがしばしばありました。なぜなら討議だけでは問題の解決はできないという考え方が根底に流れていたからです。ある人々には国連内には意見の対立が多く十分な討議ができないという見方もあるようですが、しかしこれは誤った意見と言えましょう。一般市民がこうした見解を鵜呑みにし、国連では重要議題が討議できないのだと考えるようになると、国連に対する不信感を招きかねません。今日私たちがなすべきことは、世論を高め国連に課せられた目的を遂行する体制を確保することです。そしてこれこそ世論の信頼を得る唯一の道と言えましょう。今後国際連合のあるべき姿を考えるとき、私は国連がなお一層世界各国のために有益な討議の場を提供し、全人類に大きな光明を与える場として再認識されねばならないと考えます。